どうも、優勝予想全外しバドミントン YouTuber 君です。本当です。えー、明日、明後日ですね、SJ リーグのトップ4決定戦があるんですけど、まあ、それについて本気の優勝予想をやっていきたいと思います。ただですね、僕は優勝予想を本気でやっていくんですけども、いかんせん僕は、 優勝予想全外しバドミントン YouTuber くんなんで来ませんみゃ正しくは僕が言わんかったら来るし言ったら来ませんなんですけどもまあやるからには本気で優勝予想をやっていきたいと思いますってことで優勝予想をやっていくんですけどもう早速 本命からいっていきたいと思います。ということで SJ リーグ優勝予想の本命は NTT 東日本。はい ntt 東日本ですまあ、ここは暑いかなと、手堅いかなと思ってます。はいまあ、細かく言いますと、ビ i プロジーとジェイテクとは、まあ2、2 0か2 1で VIP が勝つと思ってるんですけど、西本選手と渡辺選手が当たったら、俺は渡辺選手がファイナルで勝つと思ってるんで、まあ、 渡辺、西本で来たら多分2-0でビープが勝つと思うんですけどここで渡辺選手出さなかったら2-1でビープが勝つんじゃないかなと思ってますでこっちはトナミと NTT 東日本なんですけどここは2-1で NTT 東日本が勝つと思いますで決勝でビープロジーと NTT 東日本がやるんですけど2-0で NTT 東日本が優勝すると 思います。はい。あと、今回自信あるんで、3連単もやっていきたいと思います。まあ、さっきも言った通り、NTT 東日本が、まあ、軸で、1位ですね、優勝。NTT 東日本。で、さっきも言った通り、VIP で、ここですね、3位。ここですね。ここ行っていきたいと思います。 運輸はいトナミ運輸、はい、です3連単は NTT ビープトナミっていう感じでやっていきたいと思いますで次女子ですね女子の優勝予想をやっていきたいと思います本命は 最瞬間製薬所はい最瞬間製薬所ですまあ志田・松山いるし、まあ、山口茜で全部2ー0で終わらせてくれるんじゃないかなと思いますまあでも,もうちょっと女子の3連単は難しいんで、まあ、この辺にしておきたいと思いますということで、えー、明日明後日の SJ リーグ皆さんで注目していきましょう、まあ、引退選手もいるんで まあその人たちの動向についてもえ見届けていただけたらなと思います。と、はいうことで、ありがとうございました。